大分県直入郡の一直入郡は、大分県にあった郡。1878年に行政区画として発足した当時の郡域は、下記の区域にあたる。天平12年頃までに成立したとされる豊後国風土記において、豊後国の8つの郡の一つとして、直入郡が挙げられている。同書の直入郡の上には、昔、この地にまっすぐに伸びた、大きな桑の木があったことから自家桑村といったのが、なまったものであると記されている。範囲は、おおむね、現在の竹田市全域、由布市の一部にあたる。また、上平年間に成立した和名類受章には、この郡に、旧毛、三宅、直入、柏原の4号があったと記されている。式内社、延喜式神明帳に記される郡内の式内社。1、竹田町2、豊岡村3、岡本村4、玉来村5、松本村6、入田村7、大名竹村8、宮戸村9、柏原村10、小木村11、菅生村12、宮城村13、上原村14、明治村15、白木村16、九十村17、都の村18、長湯村19、阿蘇の村20、下竹田村。ありがとうございます。